ミヤマスミレはスミレかスミレ属に分類される多年草の一種。地上茎はなく、細長い根茎から花後に頬枝を出し、先端に芯内をつける。3から5個の根醤葉は薄く、単緑色、長さ2から3センチメートル、幅2から2.8センチメートル、先端が尖り、基部は深く湾入し、耳状に張り出した部分がくっきり互いに重なる場合もある。 縁に荒い葉状の巨子がある。葉芯は、ハート形。木部には皮張り型の卓葉がある。葉平は、長さ3から10センチメートル。家系は、根小葉の間から伸びて高さ5から8センチメートル。薄紅に紫色のやや大きい花を1個つける。花弁は、長さ1.2から1.5センチメートル。5弁。2個上弁は、しゃだち。2個の側弁は斜めに垂れむもう。 新弁は、側弁と、ほぼ同調で小紫色の線があり、巨は、長さ6から8ミリメートルと長い。学編は5個、長さ5から7ミリメートル、非神経。傭兵、花柄と学編にまばらに毛があるをつける。下記は5から6月。果ては、長い楕円形、長さ8から10ミリメートル、こなすと散列して、種子を散らす。染色体数は 2N イコール12。 24。細葉表門やカラフト表門などの幼虫が食草としている。本種の種商業であるセルカーキーはセルカーク氏のの意味にとれ、つまりセルカークという人物にちなんで命名したととれる。この人名が誰であるかについては2説がある。一つはロビンソン・クルーソーのモデルとなったとされるアレキサンダー・セルカークとするもので、もう一つはスコットランド。 セルカーク州の領主、トーマス・ダグラス・セルカーク博に由来するというものだ。後者は、囲い込み運動で土地を奪われた、スコットランドの貧しい農民のために、カナダに広大な植民地を建設したことでよく知られている。牧野の図鑑では、前者が採用されているように見える。昭和十五年の版では、本種の記述には、種商名については何も述べていないが、後の版、例えば僕屋では、 金商名について、ロビンソン・クルーソーのセルカークにちなんでいるという説も、あると述べた後になぜか、原産地は、カーク教が所有した山との他の部分との関連が不明な一文が付随している。ただしこの部分は、最新のものでは手が加えられており、牧の原著ではやはり、アレクサンダー・セルカークを元とするとの説明とともに、この種が人里離れた見山に生息している。 ことによるとの理由付けを書いてある。が、同時に、原産地については、セルカーク教の所有する山であったと書いており、むしろこちらが、その名の起源であろうとしている。この過失が、どのような由来を持つかは不明であるが、最初から、カーク教の語が含まれていたことから見ると、牧野は、両方の説を知っていたのであろう。猪狩正シでは前者については全く触れず、 後者のみが取り上げられている。それによると、この種の記載はゴールディーによるが、その童貞はフレデリック・パーシュにより、彼はこの学名をゴールディーに指示したという。パーシュとセルカーク博は3歳違いの同年代であり、当然、パーシュは博を知っていたろう。トイガリ・マサシは推定しているが、それ以上の事情については明確な記述はない。産地上の林園に生育する。 宮レ北半球北部の温帯から亜寒帯にかけて広く分布する。基準標本はカナダケベック州モントリオール付近のもの。日本では北海道、本州、四国、九州に分布する。亜高山帯から山地帯にかけての明るい矢や,や湿り気のある林園や草地に生育する。以下の品種が知られている。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。 静岡県の奥多い県立自然公園の特別地域などで捕獲や採取等を規制する植物の指定を受けている。ありがとうございます。